皆さんこんこにちはプロスキーの菅直樹です僕は今全日本スキー技術選手権大会で優勝するために活動していますこのチャンネルでは僕の普段のトレーニングだったり日々の生活などを配信して皆さんにもっともっと僕のことを知ってもらったり技術戦をもっともっと好きになってもらえるようなチャンネル作りをしていきたいと思っていますまた若い世代やジュニアの子たちにプロスキーヤーを目指してもらえるようなきっかけになる番組を 作っていけたらと思っていますので今後の配信をどうぞご期待ください今回は2回目の配信ということで僕の自己紹介をしたいと思います、えー、僕は北海道札幌市出身の30歳ですスキーを始めたのは3歳の頃だったんですけども、えー、両親がスキー好きで、えー、両親と一緒にスキーをすることが多く 幼い頃からスキー場によく行ってました。小学校から、えー、ジュニアのスキースクールっていうのに通い始めて、検定もそこで受けていったんですけども、小学校5年生の時に、えー、一般の一級を受けて、えー、合格しました。で、そこからですね、えー、ちょっともう受ける級がないと。当時は小学生で、もう一般の一級を取ってしまうと。 受けるがななかかったのでどううしようかなとスキー楽しいけどやることなくなったなっていうところのタイミングでジュニアの技術戦っていうのが行われるというのを知ってですね翌年の6年生から大会に出始めましたアルペンスキーっていう選択肢もあったんですけどもその検定の延長線上でジュニアの技術戦というものがあったのでそっちに挑戦するっていうところに楽しみを覚えてましたで、えー、中学校までは ジュニアの技術戦に熱中していたんですけどもやっぱりいよいよ高校進学になった時にこのまま基礎スキーを続けていいのかそれともアルペンスキーをやってやっぱり強さを手に入れるのかっていうので中学生ながらにやっぱこのままだと全日本の技術戦では活躍できないと思っていたところもあったので思い切って高校からは私立の高校に行ってスキー部にアルペンスキー部に入ってアルペンスキーを することにしましまたで高校3年間、えー、基礎スキーは全くやらずにアルペンスキーに打ち込んだんですけどもでそこから大学に進学して、えー、やっぱり基礎スキーもやりたいしアルペンスキーもまだまだ続けていきたいと思い、えー、アルペンスキーをベースに、えー、学年から技術戦に出続けてました。で大学卒業と同時に。 就職するのか、えー、このままスキーを続けるのか迷ったんですけども、えー、やっぱりスキーを続けたいと思い北海道に帰ってきてプロスキーをを目指しして活動を始めましたただ最初の1年目からの活動は本当にやっぱり夏は仕事がないので、えー、アルバイトをしてたんですけどもたまたま、えー、知り合いの自転車ショップの社長さんがスキー大好きで僕のことを、えー 雇っててくれて夏の間は自転車のアルバイトで冬はオーンズスキースクールで、えー、インストラクターをやりながら、えー、活動していましたなので夏は自転車や冬は、えー、インストラクターという活動を約4年間続けて、まあ、その間も技術戦にずっと挑戦してたんですけどもやっと3年ほど前に石井、えー、スポーツからプロスタッフ契約っていうのを結ばさせていただきて 1>, えー、1年間通して、えー、プロとしてスキーヤーとして、えー、活動できるっていう場が、えー、できましたでその頃から徐々に技術戦の方でも少しずつではありますけども順位が、えー、上がってきてですねやっと、えー、環境が整ってきたという形で今年30歳なんですけどもやっぱり小さい頃からの夢である技術戦で優勝したいっていう思いがやっぱ強く出てきたのでここから 5年ですね5年計画で、えー、優勝を目指してい、えー、きたいなと思います5年は長いと思うかもしれないんですけども僕の中では、えー、技術が一番成熟したところと体のバランスが一番取れたタイミングなのかなと思い、えー、5年をかけて目指すことに決めましたこのチャンネルでは、えー、5年間僕の成長していく姿を皆さんにも一緒に見てもらいながら えー、応援していただけたらと思っていますのでどうぞよろしくお願いします。